栃木のものを海外の観光客に勧めるとしたら？急にどうした？そんなアンケート結果が出たのさ。へえ、どうだったん？栃木県民100名に聞きました。海外からの観光客に食べてほしい地元の料理。お、ちょっと気になる。餃子。お、意外と普通。栃木の代表的な料理の一つだしね。宇都宮だけでは？海外からの観光客におすすめしたい地元のお土産品、特産品。これはなんだろう。いちご。いや、これもなんとなく予想できたな。栃木と言ったらですし。はあ。海外からの観光客に訪れてほしい地元の観光スポット。これも予想できますけど。日光東照宮。やっぱりこれは外せないでしょう。そうかもしれないけど、こう並べるとどれも絶対おすすめしたいよね。いやー、なんだろうな。何か不満でも？意外性に欠けるというか。群馬の人に言われてもな。なんでよ。群馬県民こんにゃく勧めてるし。いや、別にいいじゃないか。